スムシの親蛾がですね、夜になると、スモンからミツバチの巣に入ってきます。将来、スムシは人間の食料として非常に有効だと思ってます。それで、こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今日はですね、スムシの研究をされている西村さんのところにお邪魔しています。西村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スムシってミツバチを飼育しているとオスズメバチとかと同じようによく目にされるものかと思うんですが、あんまりスムシについて知らないというか、スムシって何なんだろうなって思うところがあるので、今日はですね、西村さんにスムシについていろんなことを聞いていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。週末予報チャンネル。西村さんは大学でスムシの研究をされていて、このスムシコカードを開発された方です。こんにちは、西村です。私は一昨年2018年の4月に九州大学で入りました。天敵昆虫学という昆虫を主に研究する研究室に入りました。なぜそこに入ったかというと、私は小さい時から昆虫少年と言われてて、非常に昆虫が好きでした。そういう面で昆虫ジジイ太郎ということでですねこれから暇ですから昆虫の研究をしたいなというふうに思いましてですね、改めて基礎的なことを学びたいということで研究室に入りました。ただ入るにあたってですね、何を研究するんだという先生から質問されました。で、私は昆虫は何でもよかったんですけども、せっかく養蜂をやってたのでミツバチに関する研究をしたいなと。ただ今更私がミツバチの研究をしてもですね、研究されている方がたくさんいらっしゃるので、だったら人がやらないことはやりたいと、ミツバチの巣の中にいる昆虫の研究をしてみたいなということでスムシを選択しました。一昨年の4月から約2年間で一つの形にまとまって論文をある程度書きましたけど、一つ研究も終わったかなというふうに思ってます。これ以上スムシ防除に対してスムシコカードっていうのはあるレベルまでいってるなということで、これ以上改善するのは難しいかなということで、別の方法を併用してですね、2つの方法でよりスムシ防除を完璧なものにしたいということを今考えてます。はい、ではそんな西村さんにスムシのことをいろいろ聞きたいと思います。率直な疑問なんですけど、スムシってどうやって巣箱に入ってくるんですか？スムシの親蛾がですね、夜になると巣門からミツバチの巣に入ってきます。メスの蛾が主に巣の下の下段の隙間に卵を産みます。で、昼間はまた巣から出て、巣の近くの木の上に葉っぱの陰に隠れて夜の来るのを待ってます。いますね、はい。夜を待つんですね。夜蜂も門番も数が減りますし、そういう面では巣門が簡単に入れるからということです。入ります。結構よく考えてるんですね、スムシも。日本ミツバチの巣箱とかよく見てるスムシの親、ちっちゃいかみたいなのが、はい、ついてますとか、ね、はい、あれは隠れて夜を待ってる。そうですね、はい。ミツバチって外からの侵入を防ぐ行動を取る。私が前見たのはアリが入ってこようとするのをミツバチがお尻と足を使って弾き飛ばすのを見たことがあるんですけど、そういった行動をスムシに対しては取らないんですか？スムシの親に対してね、親の蛾が巣に入ろうとしてほとんどミツバチは防除する体制を取らないです。自由に入れてますね。あ、そうなんですか。それはあんまり気にしてないっていうことよくわかりませんけどもあまりそれに強引に入れさせないというのは見たことはないです。ミツバチが死んじゃった幼虫とかサナギとかを運び出したりしますが、それをスムシに対してやるっていうこともしない？日本ミツバチがスムシを加えて外に出すっていうのは、動画で何回か見たことあります。現実に全くしないわけでもないみたいだけど、彼らが積極的にそういうことをやってるかというと、多分私はやってないと思います。あ、じゃあたまたま出した？そうですね、そういうことだと思います。要するに日本ミツバチは西洋ミツバチと違って組織的にスムシを防除する方法というのはないと思います。西洋ミツバチの場合には特殊な方法がありましてですね、スムシの侵入を防いでるということはあるみたいです。例えばプロポリスを使ってここから入るなってこと、入り口を固めてしまうとか、そういうこともやってるそうですし、スムシが嫌がる物質を出してそれをうまく使ってんじゃないかという、そういう研究もあります。スムシも食べ物についてなんですが、スムシって巣板を食べているんで
食べて、スバンを食べてます。スバンですか。はい、基本的にはスバンっていうと、あの蜜蜂、蜜蝋でできる、はい、蜜蝋では食べている。そうですね、はい。あ、そうなんですね。同居した群れを解体した動画があるんですけど、はい、そこでスムシがいて、うん、スムシがいたところをちょっと見てみると、花粉みたいなのが詰まってる、はい、花粉を食べている。花粉は好きです。花粉も好き。蜂蜜よりか花粉は好きですね。花粉とスバンを食べる。そうですね、はい。スムシっていろんなサイズがあると思うんですけど、はい、こんなちっちゃいやつ、はい、私が一番見たのが一番大きいのが多分、はい、3センチぐらいのやつなんですけど、最大でどのくらいの大きさになるか、幼虫の段階で。まず、日本には2種類のスムシがいます。あ、そうなんですか。はい、で、蜂のスズリカという外来のスムシと、から薄黒つづりかという、これは日本在来種です。昔からいるスムシです。大きさは薄黒つづりかというのは、蜂のつづりかよりも小型です。スムシの初齢幼虫というのは大体 0.5 ミリから1ミリくらいの小さな、で約1ヶ月から2ヶ月かけて最大3センチくらいになります。あ、最大で3センチぐらい、はい。開放巣をこの間解体したんですけど、その時にすごい大きいのがいっぱいいて、それが多分最大サイズで、はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。幼虫、サナギ、ガになるということは、いつか巣箱が出ている。いやいや、サナギは巣箱になる。あ、そうなんですか。はい、出て上の方に固まってこう、みんな繭を作って再現。あ、繭っていうのはあれですね、解体した時に白っぽいね、白っぽいちょっと糸っぽい感じがあったんですけど、あれはもうすでにサナギの状態、何らかにサナギがあります。あ、巣の中で親になります。で、羽ばたいて出ていく。そうですね、また巣門から出てきます。で、また卵を産みに帰ってくる。そうですね、はい。あ、もうじゃあ無限ループですね。親の時は卵を産む時だけ巣箱になる。そうですね。例えばスムシの幼虫を渓流釣りの餌、チンブドウムシという名前で今売られてます、うん、養殖してスムシを大きくしてサナギにならないようなホルモンを使って目いっぱい大きくしてます。釣りのいい餌になるんですか。そうです、美味しいです。魚からしたら、いや、笑ってらっしゃいますけども、私今思ってるのは、将来スムシは人間の食料としては非常に有効だと思ってます。え、3センチくらいのスムシ食べてみると美味しいです。あ、食べたことあるんですか。あります、うん、クリーミーで、ね、非常に美味しい。え栄養学的にはホレイン酸が非常に豊富です。ホレイン酸、そういう面では非常に高級食材としての可能性は十分あります。まあ形がね、スムシの形が残ってたら問題かもしれませんけどあの形さえなくてエキスだけをね別の形にして出すことになれば全然問題ないと思います。栄養剤とか、うん、液体とか。そうですね、スムシという名前だとやっぱ皆さん抵抗があるかもしれないけどでもハニーエンジェルとかね、そんな名前して出せばですね絶対これもう庶民に受けるんじゃないかと思いますけどね。ネーミングそこまで考えてるんですけどね。あ、そうなんですね。スムシ防除だけじゃなくて、さらにその先のスムシの、ね、活用というか、で冗談的に美味しいです。それは生ですか。生ですか。ただね、研究しててね、スズメをするほど美味しくはないですけどね。あ、ちょっとお腹痛かったけどそういう感じではない。例えるとどんな感じですか。シチューとか牛乳とかチーズとか。例えね、難しいな。牡蠣のああいう牡蠣さんというか、だからまあオイスターソースってあるからね、けどハニーエンジェルスソースとかってなるかもしれない